Hello everyone, and welcome back to Witchspring, our probably final episode. Don't worry about us, we'll get out as soon as we see the spring react. Better stay safe too, because everyone out there is worrying about you. Stay strong, you're everyone's hope. Unskippable, okay. Okay, Kananan. The spring is very slowly falling. To the end of the game, probably. We finally reached the final spring. Time to gather the lost blessing and revive the temple lords. Final. Yeah. Full reaction. What do we do now? Let's get out of here. Now they can't go anymore. Yep. Teleport out. Let the song hit him in the head. I better can teleport to her home, you idiot. So stop dodging justice. I just saw the information by accident. Heh
一緒に脱出しよう。なんだって、このまま泉を諦めたらお前のお母さんは。泉が破壊されるのを防げないならお母さんには後で会うしかないよ。後悔しないっすか？今を逃したら永遠に近い時間待たなきゃいけなくなるかもしれないっすよ。悲しいけどお母さんに会う方法をまた考えてみよう。今はみんなの方がもっと大事なんだ。パラムツスプリング、テレポートアウ、ルシア、アレジオン、リアクツ、タイムフローゼン。なあ、イスローダウンインスタッド。エリシオン様、あなたがバイベリーの。私の娘がついにやり遂げたのね。お母さん。何はともあれうまくいったようだな。何心、まったくご主人様らしい。全然気が抜けないんだから。必ずまた会えると信じていたわ。でも今は悪い奴が外で暴れているみたいね。再会の喜びは少し後回しにしましょうか。バーバリア、 The dragons are fighting。 テーマル、お前の主人はもういないぞ。なぜ私を止めようとする？泉の戦争の時はデュラック様の意志に従い何もできなかった。だから主人のいない今こそ命を懸けてお前を阻む時。無謀だな、テーマル。お前が私に勝てるわけがない。お前に勝つのは俺じゃない。いや、エリシオンの娘がカロ、それは私も同じだ。間もなくあの子が持ってくるすべて。だからテーマル、お前も私と共に来い。今の私は神と呼ばれる者たちより強いのだ。いた。お前が強いことは十分知っている。だがそれだけだ。やはり人間に被害を与えたくないようだな。愚かだ。お前もやはりお前の主人のようにあるさ。That's enough, deep talk. It did revive them all. Thanks to Pai Bear. Temaru, 生きてるか？見ての通り。命は無事です。ご苦労だった。戻って休むがいい。テレポートアウト。シャークオス。ジュード。はい、マハ。久しぶりだな。鎖なんか必要あるか？あいつは俺の拳一発で倒れるくらいなら。そんな軽い処置でいいのか？こうやって縛ってこそ、おとなしくなるだろう。おとなしくなるわけがない。あいつはむしろ解くために暴れ回るはずだ。縛るとは何なのか見せてやろうか。こうやって圧倒的な力で押すんだ。一体どうやって。
って未熟なやつめ。ルシアが過去を全て集めてくれるのを待ってたのか。まさか過去を集めさせたのは。そうだ、過去が一箇所に集まると俺たちは復活する。いいよ。たかがあんな子供に全てを任せた。私がそんなにおかしいか。ジュード、アラムーツ、お前の欲による必然的な結果だ。ああ、we see him for the first time, I see. お前は過去のルシアに絶対に手を出すことはできなかっただろうから。それが私たちが泉を閉じた理由だ。お前に加護が必要となるように。10さあ、バンツギブン。バツです。憎きやつらめ、すべてを予見していたかのように言うな。私はお前たちより巨大な魔力を集めたのだ。Absolute authority binds you so you can break those chains. うるさいな。私が少し手を出していいかね。あるが、雷の音がうるさいじゃないか。そんな、数千年もの間。お前たちを凌駕するためにあらゆることをして魔力を集めてきたのに。このくらいなら幸運と思うべきだ。誰出てきた？エリシオンが出てきていたらお前はもう死んでいたよ。そうね、残念だけど私は力の加減ができそうにないわ。アラムートが話があると言うからここは引いてあげるけど。私のかつての主人、あなたはその力をもってしても虚しく人間たちの手によって殺されながら、どうして再び私の前に現れたのですか。今まで私をもてあそんでいたのですか。ジュード、お前が密かに黒い魔力を手にしてきたこと初めから知っている。ならばどうしてミントカンディ止めなかったのですか。止められなかったのだ。正確に言えば私の力ではすでにお前の中に根付いた黒い魔力を消滅できなかった。無能な親族よ。だから私があなたたちの代わりに動いたのです。自分の体で黒い魔力を回収する。あなたたちが失敗したことを私が成し遂げるのです。それがそんなに悪いことですか。この世界に黒い魔力をもたらしたのはあなたたちでしょう。はあ。That's the new information. そうだ。お前の言う通り、それが大将の親族の過ちである。イモルディオン。だが、ジュード、お前も今、同じ過ちを犯しているということは、自覚しているか。同じ過ち、何を。お前は、お前以外の他の存在を救い上げることができなかった。お前は自分一人が完全となることを目的にしただけだ。その結果がこれだ。略奪のための戦争。いいや。燃える村、無分別な犠牲と悲しみ、望まない死と苦しみ。それは
それは理想への過程に過ぎません。ジュード、お前は大きく勘違いしている。黒い魔力自体が世界の葛藤を作っているわけではない。 It's the users of the dark magic. 黒い魔力、 It's like a gun. 各自の潜在能力と latent power and desires. So it's different than a gun. I was wrong. Latent power and desires.、Oh. 自己中心的な存在に変える力。自分以外のものは破壊するようにそそのかす。それが黒い魔力の正体だ。So it's basically SJW involvement. そんなわけがない。私はこれほどまで完璧に黒い魔力を制御しているのに。そう。まだわからないのか。大事なのは心だ。魔力を扱う力ではない。ジュード、お前は黒い魔力に騙されたんだ。もう一度見るがいい。これがお前の望んでいた理想なのか。どうしてエリシオンの娘にあなたたちの宿命を任せたのですか。そこまでして私を騙す必要が。強い魔力で世界を導く先代神族の時代は終わった。世の中は新しい世代を必要とする。私たちのような先代とは新しい世代をだ。だから私たちは小さくて弱い存在が世界の痛みに揉まれながら成長できるよう、その結果私たちは黒い魔力が浄化される奇跡を目の当たりにした。ある人間は自ら黒い魔力を振り切った。そしてエムハードの伝令だった魂は自分の娘を汚染させた黒い魔力を完全に消滅させた。さらに息子を守りたがっていた人間の魂は、これはお前がつまらないと思っている存在が成し遂げたことであり、先代も成し遂げられなかった。それが私たちが生み出そうとした新しい世代だ。ルシアはその世代を作る新たな道しるべになるんだ。私はただあなたたちが生きたい歴史の餌だったのか。私が数千年かけて準備した結末がただこれだけということか。いや、虚しい。ジュード、お前が捧げた過去数千年の忠誠は関心に値する。だがお前は私から得た力を知恵深く使うことができなかった。さあお前の体を消滅させよう。耐えられますか。私がようやく封印したこの体の黒い魔力が世界中に散らばるのですよ。言ったであろう。それは次の世代が耐えるのだと。さあ消滅しなさい。 I'm for extinction。私のいちごパイ探しの旅はこうして幕を下ろした。 And it ended like this。 破壊された村はデュラック様の力で再建され始めた。戦争で死んだ人間たちはお母さんの力で蘇った。人間たちは再び以前のように
親族に祈りを捧げる。何もなかったかのように、すべてが元通りになった。変わったことはないように見えた。あたし以外はね。この丘にお母さんとまた一緒に座れるなんて夢にも思わなかった。まあルシア、お母さんとここで休んだことを覚えているの？ここでお母さんに抱きしめられたことは覚えてる。あんな温かい感じはお母さん以外には感じられなかったから。記憶は失っても、お母さんと一緒にいた時の感情はそのまま持っているのね。そうだよ、だから森を出られたの。そういえば、なんで私は気を失っちゃったんだろう。すごく小さい頃の記憶って、それは多分マークがあなたを守るためだからかしらね。え、ブラックジョーがなんで？あれ、全部お見通しっすか？何？どうしたの？実は僕がご主人様をプリン洞窟の池に入れたんす。その池は親族の魔力だけでなく記憶まで吸収するんす。それでご主人様の幼い頃の記憶が消えたんすよ。どうりで自然に記憶が消えたような気がしなかったのはこのせいだったのか。でもなんでそんな危ないことをしたの？ご主人様が8歳になる頃、人間に復讐をするって騒いだんす。それで池に入れたんすよ。幸い過去の記憶だけが消えたっす。なるほど、それ以降は遠くから私を見守ってたんだね。はい、ご主人様が僕を見て過去を思い出すのではと心配でしたから。そうだったんだ、私を守るためだったなら許すよ。ありがとうブラックジョー、私のそばでいろいろ大変だったんだね。この僕がご主人様を探したようなもんすよ。パーク、本当に偉いわ。どんな賞をあげようかしら。僕にかかってるブサイクドリの魔法を解いてくださいさ。それは解けないわ。ワイド。なんですか。My question exactly. ごめんね、かける方法しか習ってないの。じゃあ一生この姿で生きていけってことすか。小さいから枕にもなるし便利じゃない。時々クッションにもなるでしょ。わあ、私も今度やってみようっと。アークの活用法は多いのよ。お母さんがゆっくり教えてあげるわ。ラッジョーランランランクイック。親子そっくりっすね。 Like mother like daughter。こんにちは、エリシオン様。ジャスティス・バーナードです。あら、泉で見かけたあの青年じゃない。もう一度見てもかっこいいわ。合格。わざわざどうして鎧を着てきたの？勤務が終わったらすぐ来いって言ったのはお前だろ。シシ、さっさとあっち行け。小さい一号が森に隠れていたなんて知らなかったよ。教皇の目につかないよう森の中に隠しておいたんだ。全12機作ったぞ。オリジナルの1号は大きすぎて隠せなかったが、幸い教皇がここの研究所までは訪ねてこなかったんだ。どれどれ、錆びた圧縮ポンプから見てみようか。
楽しみ。お父さんの実力を見せてよ。カンナには全ての知識を伝授しよう。お父さんをよーく見ておくんだぞ。お父さん、それより圧力ポンプを3つに分けた方がいいよ。カンナ、お父さんがそれに気づかないと思うか？教皇城でもずっと研究をしていたんだぞ。実戦で戦ったのは私だよ。理論的にはポンプが2つがいいかもしれないけど、実戦では違うの。カンナ、強行場のたくさんのゴーレムがコンペティションだ。私のゴーレムはそのゴーレムに勝つと思うよ。この間の戦争でちゃんと見たでしょ。何言ってるんだ。1号、2号、3号はお父さんが作ったってこと。私が手を加えたから性能が改善されたんだよ。本当だからね。うん。じゃあ、お互いに整備したゴーレムを持ち寄って、岩石運びの競争でもしようじゃないか。望むところよ。何をかける？私は生半可なものはいらないよ。いや、家族同士で殺伐すぎるんじゃないのか。和やかな雰囲気を期待して、気持ち進みます。Yeah. そうだな。お互いに性格が似ているからか。久しぶりに会って雰囲気が気まずいのよりはマシだろ。Agreed, bro. クロ、ジェイ、お前らはどうする？魔女狩りが終わった今。俺はストライド。もういないぞ。そうだな。僕は整備以外にできるものは何もないのに。Who are you? Far out. 元気だったか？どうしたって、約束したものを受け取りに来たんだよ。何の約束？そろそろお前らのゴーレムを動かす時間だ。俺の予想通り、バベリア町が荒れ地になってしまった。倒れた建物もたくさんだしな。あ、そうだった！ダルフが私たちのゴーレムで事業をするって言ってたね。今さっき俺が王宮から再建事業権をもらってきたところ。コンストラクション。カンナ、お父さんのゴーレムで何か取引でもしたのか？ちなみにこれは独占事業だ。お前たちも協力してくれるなら楽しませてやる。準備。はあ。じゃあ僕は整備をずっとできるってこと？あれは撤去用爆弾を作ればいいってことだね。よし、俺が現場監督をやるよ。各自役割をよく把握してるね。よーし、ライクスクエラルコンストラクションクルー建設団だ。あの、みんなどういう状況なのか説明を。さあ、お金をかき集めるぞ。プルマップ。ララク村でララお祭りが開かれたよ。教皇が消えてララク村には食べ物がいっぱい。はい、バイバル。カンナはムササビ建設団を立ち上げてラルフと一緒に再建事業を始めたみたい。ラルフはこの事業でバベリア大陸一番のバベリア町になったらしいよ。クラシック。そうだ、ロビンとリビアは心配しなくて大丈夫。コール。 I thought Robin would be with Luna though。力ってすごい。そして
みんなでベルシュタインおじさんを見送る時間もあった。Yep. They weren't alive at all. そしてカンナとリビア。It was alive. バベリア大陸の国王と姫まで来てくれたよ。Oh, King. 意外だけど、どこかすっきりとしたような。King that would really know the Witchspring game. ベルシュタインおじさんを復活する機会を他の誰かに譲ったの。今、父さんは母さんと積もった話をする時間が必要だから邪魔したくない。だって。エイリネは王宮部隊所属の魔導士になったんだって。決死隊で育っただけに、エイリネには兵隊が合ってるみたい。I want to sail there, but I couldn't in last episodes.それにルナと友達の仲はうまくいった。I hope there is some extra stuff. 私はその友達と一緒にルナの家にたまに遊びに行くんだ。アルフレッドはお父さんに新しい仕事を習ってるよ。This was his dad. 仕事が性に合ってるみたい。Blacksmith was a good dad.から家紋の名誉を回復する勲章をもらったよ。しかも王宮でルークベリー家に代わってレイナの継承儀式を再び行ったんだ。ミーロは元気だよ。今は落ち着いたみたい。おう。それにミーロはダビドとすぐに仲良くなったんだ。ミーロの心はまだ子供の頃のままなんだ。Just like you, Piper. 本当に良かったです、エイムハード様。そうだな。おかげでミーロの人生は寂しくならずに済みそうだ。Why is it a device like this, sir?必要のない永遠の夢。あれはお前が準備した時代はこうやって終わるんだな。あはん。そうだよ。アルワブ時代はこうやって終わるのが良いと思う。アルワ5エラ。次の時代につながる橋が立派に作られてよかった。エリシオンの時代には後世の者たちがしっかりやってくれると信じている。もしかしたら私たちを全く必要としない時代は思ったより早く来るかもしれないね。そうならいいな。それでさ、ジャスティスが私をさっと抱えて倒れる柱を避けたとき、どれだけ驚いたかわかる？なんて言ったっけ？生きてお母さんと会うって言ってなかったか？I like my better. もう10回も同じことを言ってるよ。飽きないのか？10 times. かなり印象的すぎて何回も話しちゃう。じゃあ今度はジャスティスの話を聞いてあげる。バベリア大陸全体を一目で見渡したいって言ってた。ここからは全ての神殿はもちろんララク村までもよく見える。どうだ？本当だ。この橋でジャスティスが私の手を握ってくれたこと覚えてる？相変わらずお前は好き勝手話すな。なんだっけ。あ、体が勝手に動いただけだって言ってたよね。
ーレムが大砲で狙ってるのに、私の手をギュッてしてたよね。やめてくれ。She likes to embarrass him. 感謝を伝えるつもりだったけど、少しやりすぎたかな。Maybe.生まれて初めて感じる穏やかさだ。それに心地よい寂しさだな。心地よい寂しさ。これからは父さんを恋しく思うことができるから。実はこれまで恋しく思うどころか、何も言わずに戦場に行った父さんを、もしかしたら俺はそのせいで何も悪くないお前に怒りをぶつけたのかもしれないな。そうだよ、どれだけ理不尽だったか。ファイベリー、お前は俺が変われるということを分かってて。私にそんな能力ないよ。ただ数多くの勇士の中で、あんただけは純粋に思えて興味が湧いたの。何よりもイケメンだし。イケメンか。からかうのはいい加減にしろって。本気なのに。人間の世界ではそういう言葉は誤解を生むんだ。控えろ。どんな誤解？そういう言葉は異性として好感を抱いてる間柄で使うんだよ。親族の世界でも違わないよ。What? Justice is like what? And I told ya she'd be his GF. I told ya since the fucking beginning. It's like every whispering. そうだな。デルカル大陸はどうだ？デルカル。The game ended fully, 100%. Yonduki, young, Yonduki. Only several people. Aden.Same illustrations. Now there is a lot of people suddenly. But it was a good Final Fantasy style game, not gonna lie.Even though it was silly at times, it really was enjoyable as fuck. And those are the credits. I like village visited by Barry at the end. Nice. Thank you for playing Witchspring R. We will now be returned to the title screen.Whoa! Everyone is there. What if I click continue? Ah, we go back to the Aramute Spring.
now everything is ended. So thank you everyone for watching. Hope you enjoyed this series and see you in the next ones. Maybe Doom, maybe Heroes, maybe Fable, or maybe even Quake. We will see. For now. There is nothing we can gain anymore. We have completed the game fully. Thank you everyone for watching. Bow bow.